アーリントンはアメリカ合衆国サウスダコタ州にあるし、ブルッキングス郡に属しているが、キングスワリー郡に一部かかっている。2000年の統計によると人口は992人である。アーリントンは北緯44度21分52秒、成形97度8分5秒に位置している。アメリカ合衆国統計局の調査によると4.0平方キロメートルを占め、 4.0平方キロメートルが陸である。2000年の統計によると992人が住んでおり424の世帯262の家族が住んでいる。人口密度は245.5人平方キロメートルである。473件の住居があり117.1件平方キロメートルである。人口の98.49%が 白人0.00%がアフリカ系アメリカ人0.20%がアメリカ先住民0.71%がアジア系0.00%がハワイやグアムなどの太平洋の島々からの移民0.00%がその他の民族や人種0.60%が2つ以上の民族や人種を親に持ち0.00%がヒスパニック系である 424世帯のうち25.5%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.2%は夫婦で生活している。5.2%は未婚の女性が接待種であり、38.2%は家族以外の住人と同居している。セントは独身の居住者が住んでおり、セントは十五歳以上で、 独身である。一世帯の平均人数は2.23人であり、家庭の場合は2.90人である。人口の21.9%が18歳未満で、6.8%が18歳から24歳、23.7%が25歳から44歳、18.2%が45歳から64歳、29.4%が65歳以上である。 平均年齢は43歳である。女性100人に対し90.8人が男性である。18歳以上の女性100人に対し84.1人が18歳以上の男性である。1世帯の平均年収は34,688ドルであり、家庭の場合は43,813ドルである。 男性の平均収入が29,083ドルであるのに対し、女性は19,531ドルである。住民1人あたりの収入は17,858ドルであり、人口の4.4%、1.9%の家庭が貧困線以下にある。18歳未満の5.8%、65歳以上の8.0%が、 貧困線以下にある、ありがとうございます。